きの5分ヒップホップへようこそ。今回はハーレムシェイクを練習します。準備はいいですか？ OK、 それでは始めていきましょう。Let's goそれではやってみましょう。ハーレムシェイクと言って体を揺らす動きです。シェイクというので体はいっぱい動かしてください。ではやっていきます。まず足は閉じたり開いたり歩いたり、いろんなやり方があるのですが、まずは開いた状態からやりましょう。肩を前に1 and 2And a three, and a four. この時、肘はちょっと絞るようにしましょう。はい。そしてアクセントですが、一番強いのが前になる。ここが強くなって、ゆるくゆるく。強く、ゆるくゆるく。はい。続けて、ワン、スリー、フォー、ファイ。A1、 はい、いい感じです。はい、そうです。ではですが、膝もゆるくリラックスしておきましょう。上がった後にダウンダウンで腰を揺らします。1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 5 and a 6And a seven, and a eight. 横向いてやってみます。もう一回ゆっくりいきます。Six, seven, eight, one, and a two, and a three, and a four, and a five, and a six, seven. はい、いい感じです。OK。そうしましたら、今度ゆっくりから速いテンポで一回やってみましょう。いきます。 Six, seven, eight, one, and a two, and a three, and a four. 次速くいきます。 Six, せーの and one, two, five, seven, one, and a two, six, four, five, six, seven. はい、 OK。次、足閉じてやってみましょう。もう一回、せーの、ワン、エンダー、ツー、エンダー、スリー。はーやーく、ワン、エンダー、ツー、エンダー、スリー、エンダー、フォー、エンダー、ファイ、エンダー、シックス、エンダー、セン、エンダー、エイ。オッケーです。もう一回いきます。ファイ、シックス、セン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セン、早く1 2 3 4。そう、楽しんで体を振って続けてください。足立ちます。ゆっくり1 2 3 4。そう、体リラックスして音を感じて、早く1 2 3 4。そう、目線を外したり、はい、ゆっくり、はい、OK です。はい、ハーレムシェイクですが、このように歩いたり低いところにしたりして、いろんなやり方で楽しめるので、ぜひ練習してみてください。 HBD 葉月の5分ヒップホップ、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。